さあ今夜も始まりました気まぐれな深夜の料理番組本棚食堂でございます。今夜のテーマはズバリ豚汁。確かに骨まで寒さがしみる真冬の豚汁というのも格別ではございますが、夏のようにいただくのもまたおつなものであります。しかしこの豚汁というものは地域によってもご家庭によっても大きく具材が分かれることで知られております。皆様のお好きな具材につきましてたくさんのお便りをコメント欄にてお待ちしております。それではまずはベーコンから。スルスルと皮を剥いた後いちょう切りにしてまいります。このかつら剥き、嫁の基本としても挙げられることが多くありますが、正直ピーラーでも全く問題はございませんよね。新しい言語、つまりはニュージェネレーションが到来した際にはこういった悪しき慣習が消え、男子も厨房に入る男中の時代が来ることを制作人一同心より願っております。お次に人参、こちらもいちょう切りにしていきますが、幅が細い部分につきましてはそのままスライスしていきます。まずはピーラーでスルスルと皮を剥いていきましょう。野菜というのはおしなべて皮に栄養が詰まっているものでして、本来であればあまり捨てたくはないのですが、健康にばかり気を使うのはかえって不健康だと私は思いますので、口当たりの良い部分だけを食していきます。しかし人参というものは他に似た野菜が一つもございませんよね。カブとデーコンみたいな近い種類がないというか、ウィキペディアで調べてみたところ、どうやらこの植物はセリ科のようですね。ミツバとかウドスズキとかと近縁みたいですが、まあかけ離れていますよね。このように人参があることにこの場を借りて感謝いたします。里芋は上下を切ったら包丁で皮を剥いていきます。これはもうぬめりとの戦いです。気合で負けたらやられるので気を強く保ってください。本来であれば今回煮っころがしを作る予定でしたが、作ってる途中で急に面倒になったのでやめました。まあ料理というのは続けることに意味がございますから、やりたくない時はやらなければ良いと思います。それでもやれというバカ亭主がいる場合は、手をチョキの形にして目を突き刺してやりましょう。皮がむけた里芋は軽く塩を振ってぬめりを取り、下茹でをしていきます。お次に豆腐、今回は絹を使用しておりますが、その特徴として私のメンタル同様非常に脆いのがネックでございます。しかしご安心を。こうしてお皿を重しに使い、電子レンジにて600ワットで5分チンすれば、滑らかさと強度を合わせ持つハイブリッド豆腐が出来上がるのです。メンタルが弱い方々は同様に電子レンジの中に入り5分チンしてみてください。他人の感情なんて一切考慮しない鋼メンタルの営業マンになれますよ。キャベツは火を通すとクタクタになりますから、やや大ぶりに切り分けていきます。それから小ネギは小口切りにしていきましょう。先ほどのお豆腐ですが、はい、この通り見違えるほどの成長を遂げました。さあそれでは我がチャンネルお得意の卵焼きでございます。こちらは卵4個にお砂糖、お水と白だしを加えております。お水を入れた方が難易度は上がりますが、ふんわりするとクラシルのママが教えてくださいました。そういえば忘れてはいけないお米ですが、今回は土鍋で炊いている時間はございませんので、パナソニックの炊飯器を使用します。皆様からそこはナショナルだろうとお叱りを多々受けましたが、ここは昭和96年、パナソニックの一つや二つぐらいできております。ママのお乳か指でもしゃぶりながら黙ってご覧になってくださいませ。時刻は午前3時を回り、元気はつらつの深夜になってまいりました。それでは卵焼きですが、まずはお箸で軽く卵の線をかき、厚さをチェックいたします。どうやら頃合いですね。はじめはガシャガシャとかき混ぜて、水分がなくなってきたらヘラや箸を使って折りたたんでいきます。だんだんと大きくなってきましたら、あとは気合でひっくり返しましょう。コツはございません。気合のみでビビらず頑張りましょう。はじめは飛んでいくかもしれませんが、失敗しても味は同じです。どんな卵焼きでも愛してくれる人とどうか末永く過ごしてください。なんだか今回の卵焼きは随分黄色くてカステラみたいですね。どれどれ中身は。ふむ、多少気泡は入っておりますが上出来でございます。さてそれではメインディッシュの豚汁でございますが、まずは豚バラ肉を油で炒めていきます。
やはりお肉にはあらかじめ焼き目をつけるのが王道でしょう。続きましてこちらに根菜を入れていきます。軽く炒めて色が透き通ったらそこへこんにゃくを手でちぎって入れます。別に歯でちぎっても構いません。あとはここに十二分なお水を加えて沸騰させます。そしたら下茹でをした里芋を入れ10分ほど煮込んでいきましょう。野菜が柔らかくなったらお豆腐をちぎって入れ、最後にキャベツを加えて1分程度煮込んだら火を止めてお味噌を加えます。今回は麹味噌、甘みたっぷりで品のあるお味ですね。冬なんかはしじみベースの赤味噌で作るとまた格別ですよ。さてご飯も炊き上がりました。たった2000円で7年以上も使える炊飯器、無駄な機能もついていなくて正直最高でございます。それではごちそうをどんどん持って注いでいきます。いやー、深夜にこういう定食を出してくれるお店誰か知りませんかね。もはや私がやりましょうか。じゃあいただきます。あーじゃないようまい、うまいっすね。さて今夜も名残惜しいですがおいとまの時間となりました。明日も良い夢が見られると良いですね、ハム太郎。それでは皆さんごきげんよう。この番組は創業昭和12年安心と信頼の近藤豆腐店ときちんと美味しい完全食朝ドルチェのオードリー合同会社と札幌と東京の整骨院両生院の提供でお送りしました。